おはようございます。4時21分です。今日は石上岳に行ってみたいと思います。お願いします。はい、なんでこう呼び？今日はタゴちゃんと、あ、全然見えへんけど。ナミエドンです。足が照らしてあげるよ。タゴタゴだよ。おはようございます。今日も一日。頑張るぞい。残地押し7時ちょうど。サンルンゼの入り口、はい、7時お知らせします。それだけ7時5分サンルンゼ、ここからトラバースして、ありがたいありがたいドレスや7時半中央よ取り付け着きました。それは去年登った北沢沖中央よ、この真ん中のラインここですね。このラブいいな。1万円の割り紙、定価では買わんけど。え、中央寮登ると北沢大滝の方ですか？あ、注文ですか？注文だって。この辺り、あのこのダンダンダンってなってるとこマジか。やっぱ火が当たると当たらんだけでちゃうねん。結構でかい雲来たな。なんででか見た？はあ、ね、ビタミン取ろうもんね。ビタミン何する？する。ビタミンに味はないやろな。どんだけ詰まったんねん。わろた。え？腰までいった。やばっ！やばっ！あ、でも岩の気分も踏み抜くか。赤。やばい、ここめっちゃ岩の気分やからさ、踏んだらもう終わるで。あのつららなってるそこらへんかな、一回。まあまあでもいいよ、なんかまあ適当に。そう、もし前出てほしかったら前出てって言うわ。うん、行ってらっしゃい。そのダンチに出会えちゃうやろか。30万で専用の業務。30万も高いな。あ、そう。OK。お願いします。はい。OK ね。はいはいはい。どうぞね。はい。いってらっしゃい。1ピッチ目。タゴちゃん。いいぞ。滑っとるやないかい。あんま、ううるせえ、うるせえ、タゴふうるせえ。え、うるせえわ。なんかプロテクション取りづらそう。まあ別にアイスだと思って来てないから、うん、あ、なだれ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 、チリなだれ、チリってる。タゴタゴが見えん。あー、冷て、収まった。頑張っ、頑張っ。もうほとんど雪、ロープ半分。雪を落としながら登る。すごい、やばい、もうなだめ職人。雪かき職人。雪かき職人。タゴちゃん、そっからどう行く感じ？聞こえてんかな。タゴちゃん。ああ、そ、オッケーオッケー。時間は8時43分。残地よし。オレンジ。うえ、うわ、
悪い。なんじゃおら。うわ、ゆるぐらか。うわ、抜ける。ああ、ほっ。そうそう、アイゼンなんか。オッケー、ほっ。ああ、はあ、はあ、はあ、ここだいぶ雪かきしてたな。お、俺の好きな小枝だ。ちょっと一瞬待って。ちょっと雪落ちます。そこがいいかも。あ、オッケー。ナイスリード。アイスクライミングの200倍難しい。わ、アイスクライミングの10倍楽やな思った。もうあそこの確信岩やった。っていうか、私すごい技使っちゃったさっき。効かないもんね。効いてるよ、十分。はい、じゃあ行きますね。おっ、なるほど。よし、あ、どうか。で、あれすれば完璧出せる。その辺かかりいいですか。悪くなければ。ああ、微妙。足場の方がいいか。足場がないからか。てか、一瞬ちょっと下がった方が。あ、フットボールとかちょっと。ああ、なんか快適に登れそう。いや、そんな悪くないんだけど、上がる前にプロテクションを取りたいなと。この終了点はこのまま行きましょうかね。こんにちは。こっから中チムニー沿いに行くか、そっち行くかなんよな。チムニーの方が楽かな。そっち悪そうやんな。うん、ここがちょうど洞窟になってて、そこは20メーターぐらいで抜けれる感じかな。洞窟の右も階段そう。階段っちゃ階段。プロテクションがどうかなっていう。なんか行けそう。行きますね。あー、どうしようかな。どこ行くかやな。
ベルグラじゃねえか。切りたなってきたわ。ほんまいまいち。どうなってんだ。信用したくねえな。一旦切るわ。一旦切るわ。はい、ロープアップ。はい。そのサングラスクソダサいな。うん。うん、びっくりした。行った瞬間に右足をルンゼ内に突っ込めば多分行けるはず。あ、じゃあ右手聞いてるんだったら右手に一気にグイって行って入り込んだらいいちゃう。1ピッチ目よりかは十分よかった。あ、そう。え、なんて登っていい時ってこと？まあ、ちょっと待って。まあ、雪は落ちてくるでしょ。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。岩や。めっちゃ岩。あ、そうっすか。そんな感じか。私は登れない。こんなもん。そこ登れそうやんな。そうやね。もう明るいね。で右行っちゃったからさ、あそこのベルグラでさ、ね、もう一回も切ろうと思って。上がる。誰行く？絶対やだ。誰行く？私そのまま行ってもいいけど、いやもうだからそれで取って、もうあそこはエイヤーで行くしかないよ。エイヤー上がっちゃえば簡単だね、うん、そう行けるかなと思ったけども、突っ込む勇気が、僕ゴミなんで。なんかまあでもそこ一段上がれちゃえばいけそうってやね。うん。いやめっちゃベルグラだね。そう。ああ本当だね。乗ってその上のあのあたりがちょっと微妙、ようわからんなと思って。あそこまで行ってあれでカム取って、もうそこに上がるのがもう嫌になって。でもカムが決められる方が。まあそこ上がれればいけるね。うん。タコちゃんは毎週落ちてるからね。フリーで。フリーで。一瞬だからそこ入れ、入ってどうなんかな。まあでも行くなら俺も右から行くからな。カム取れる。まあここ上がってしまえば多分そこら辺は塀がそこ決まるとは思うね。まあ最悪ここから伸ばして取っとけば。うん。ごめん左から行こう。失礼。いつもだったらもうちょっとさ雪壁になってんのかな。全身全霊で掴んでいいよ。おい。やだ。いいよ。ナイトナイで怖いな。さっきもリリーシュがさ、うん、プロテクションのカラビナに挟まってさ、うん、だからもうバイルの方を外して一旦、うん、うわ上がられんと思ったら引っかかっててさ、やべえ、だから俺さっき上みたいなの言って、ね、それないよ。それだと、うん、いやでも今のピッチ俺楽しかったけど。一瞬で終わっちゃったじゃん。いいんだよ。私の足ポツポツ。ナイスモッション。はいよ、持ってるよ。他に何か必要のものある？イボイノはいらんか。長ヌン系。うん。オッケー牧場って言った今。ワールド牧場じゃなくて。プレイヤーチェンジ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 。いってらっしゃい、3匹目。そうそう、楽しいよ。サーティークライマー目指してるから。俺もちょっとそこやりたかったなって思ったけど、もういいかな。今から選手交代する？いや、いいわ、時間がかかりすぎる。交代する。よしよし。はい、バンバ声張り気味で。オッケー。バチギきた。ナイス。これでかちぎけやん。これでかい？うん。めんね。いいよ。めっちゃ効くね。ナイスナイス。ガンバガンバ。フットジャム。フットジャム。ジャム、ジャムか？
邪魔ってはない。邪魔ってる今。ああナイス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 。バン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 。撮って動画撮りて。なんか引っかかってるね。引っかかってないよ。しげ、スリングが引っかかってる。あ、マジ？これどこに引っかかった？引っかかった。うん。あんねえ。うん。ナイス。いいね。カキピめっちゃ映えるじゃん。写真撮りて。ドライフルーツ七種盛り。そういういうこと聞かんねんみたいな。そっか。すっごい雪かきしてるんで。うわ。すごいね。残地、よし。よいしょ。よいしょ。行って。めっちゃ落ちてくるじゃん。めっちゃちむってるやんけ。
ちむどんどんや。どうしたらええの。えらい時間かかってはりますな。あの、私も行っていいですか？20分ほどかかりましたね。それではやらせていただきますか。お父さんいる。落とすんじゃない。大丈夫。で。落とすときは言ってくれ。押しすぎ。フォローはグイグイ行けたけど、あのチムニーでさ、20分ぐらいしてたで。俺5分ぐらいで上がったけど、早かったね、めっちゃ。普通にザック下ろした下ろしたらもう突っ張って全部上がっていけるからさ。あんだけ言われて、俺にまで言っといて下ろさんからな。
はい、お疲れ。お疲れ。多分もうこれ行けば、うん、一旦上がりきって、うん、で P2 になるんちゃう。そうだと思うんだよ。何じゃこりゃと思って。フォローに関してはもう全然、あ、もうナイメドンが苦しんでんの見て、あ、ああやってああやってああやって登ればいいな、でもピュッていったから。でなんか適当に行ったら、あ、あるよ。はい。入れする？いや、見ちゃう。まあなんか悪かったら言うわ。うん、してほしくなったら。じゃあ解除したの？うん。で行ったらなんか背中になんかあるなと思って、あ、背中あるじゃん、全然突っ張れるって思う。サングラス、そういえば。あ、後でいい。ほんまにすみません。え、もうええよ。え？もうええってそんな。本当に？でめっちゃ入ってる。いいよ。でめっちゃ入ってるよ。行きます。ごめんね。本当にごめん。ちょっと100回ぐらい謝る。めっちゃ手残ってる。はい、オッケー、登ってください。はい、こっちに来ると俺が足が、快適な微冷点はない。その、あ、赤も青もかかってるからそれ外した方がいいかも。よっこいしょ。うん、きつい。うん、きつい。そこあんま汚しよくなかった。うん、まあそこは立てるけど、うん、もうその後右行って岩なんやけど、うん、岩の終了点が取れそうにないからもうここまで取った。でそこの岩があれかな、 P2 かな、P2 がその岩場かな、ね。そうか、うん、でね、多分ね、看板はすぐ決められそう。うん、一回そこまで上がっていいかもな。上がれる？そのまま休みつくならスノーバー。うん、ございますよ。気休めでしてつくならスノーバー。またこれ大変だわ、これ上がんの。スノーバー2本とデッドマン1本ありますよ。レッドマンなんかあんま聞かなくない、うん、あんま罰撃を味わったことないんで。あ、近い。まだですか。深すぎてさ届かないんだよ。足を上げろってアイスの時に言ってるでしょ。知らんけど。あ、足を上げろ言ってるでしょ。
いやなんかアイスで調子ぶっこいてるやつがこういうのでうん言わされてるの見るの嬉しいわうわ怖い。アルパインの洗礼味わってるの嬉しいわいやもう、これがピンかな。あ、あった。おお。やった。でかした。あったよ。役に立った。やった。んなら行かせていただきマウスあのね。ごめんね。どっちけ？足ね。足ね。ここで気分足ないの。行くよ。なんだ。いいよ。肩車する？入るかな。微妙だな。
イボイのどこにおる？
リレー会場はい、どうぞ登ってください。話うん、懸垂でしか降りられんと思う。あれ何が使いに、どうする、あの、いや、降りるのは分かんない。そこのリッジまで上がってみたいかどうか先を 見たいかどうかだけ。あ、どうなってるんやろうっていうのを最後。あとどんぐらいあるんだっけ。いや、もうここから節量になってると思うねん。そうだよ、ここがピークやと思うわ、ね、ピーク立ってチラ見しても懸垂してだからさ、そこで懸垂した方がさ、帰り楽かなと思って。見張り島側に行って、そうそうそう、ってことか。で、帰り北さんに帰ってくるの結構大変、あそこ下るの。見張りから懸垂って結構長いよ、長いよね。うん、こっちのが近い気がする。うん、多分しばらく 200m ぐらいは歩かなあかんはずや。で、こっからやと、うん、一ピッチ懸垂して、次どこに出るかな。これをどこに降りるかじゃない。うん、さっきんとこは取られへんよな。まあ、あの、でかい、なんかさ、ガンちゃんが視点つけてさ、上の木が、まあ、これよりちょっと細いけど、まだあったか。まだあったか。そこで、まあ、降りれるかなと思って、ね。うん、そこまで行ったら、次、その次が、一瞬だけ角かな。東半区間終わり。終わったの？終わり。風強くて。じゃあとりあえず、うん、セルフ。ね？いや、そう。そこでいいかもしれない。そこまで上がって。うん、なんじゃ見るの？俺も違いにしよう。あ、そこにってこと？うん、その上？あ、見てきなよ。5歩で上がれんじゃん。って思うやん、大変なんですわ。ピークだ。はい、あー、すげえ。あ、でも一応見える。ピークです。でもこっから雪稜って、うわ、懸垂じゃないと向こう行けなさそう。グラスリーネがどれかは分からない。あ、そこがトラバースするとこか。で、洞穴がたあそこやな。ってことはグラスリーネの中か。
お疲れ様。お疲れ。確かに懸垂必要だね。うん。そやろ。この先も行ってもラッスルラッスルでやばい。で、あの中やろうな、多分。そうだね。いやー、楽しかったわ。はい。ああ。わお。うん。2時間や。もう4時前 ?3 時前か。3時半ぐらい。3時半ぐらい。終わった。はい。お疲れさんでーす。楽しかった。大変の方が強かった。ほんまに。うん。今のピッチ怖かったわ。風量を取って。イエーイ。ありがとうございます。全部ありがとう。ただのお荷物になる。ちょっとやっぱ全然違いますわ。アイスの方が怖いけど。3時22分。はい。17時11分。戻ってきました。お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ、中央寮。バイバイ。残地、カラビナ。転がっていったカラビナ。トレースがリセットされてやがるぜ。6時35分、お疲れライス。お疲れライス。上出来じゃないですか。上出来、上出来。それではね、乾燥した乾燥やっていきましょうか。乾燥した乾燥、約1年ぶりの冬季アルパイン、すごい痺れて楽しかったです。楽しかったです。明るい。いいルートでしたね。いいルートでした。最初はどうなるかだ。まあ中央寮しんどいなぁ。輪廻だけでいいかなっていう気持ちにもならんこともないな。確かに一回やっちゃうと。なんか北沢大滝からの輪廻やな。はい、大変ありがとうございました。ありがとうございました。はい。